M-1 万営業運転開始前に撮影された前頭部のアップ M-1 万後部ユニオンパシフィック鉄道 M-1 万系列車はユニオンパシフィック鉄道へ1934年2月12日に導入された流線型機動車である。アメリカ合衆国における最初の流線型機動車特急でもあった。連接台車を使用した3両編成の流線型列車で 戦闘車両が動力車である。車両は、プルマン車により一編成のみが製造された。シティオブ、サライナと命名されカンザスシティサライナ間の特急列車に利用されたが、車体のジュラルミンを第二次世界大戦の金属教室に用いるなどの理由で1942年に解体され、現存しない。現代のユニオンパシフィック鉄道の機関車の一例、アップ。 クロノロジカルヒストリーユニオンパシフィック鉄道公式ウェブサイト2017年12月8日閲覧燃料に軽油類似のものを使用するが点火プラグが必要なものでディーゼルエンジンではない1気とあたり4本の点火プラグとガソリンエンジンに点火する以上の高電圧、高電流が必要であったありがとうございます